検事は法廷で被告人を有罪にするために戦うもの。だが、私はそれだけが全てだとは思わない。私の手で明らかにしてみせよう。この事件の真実の姿を。情報のつながりを追えば真実が見えてくる。それがロジックを追うということだ。君は本当に泥棒なのか？こんな裏若き少女がそんな大物の泥棒には見えないぜ。私は正真正銘の大泥棒ですよ。そんなケチなものに手を出したりしませんよ。私が盗むものはたった一つだけですから。これこそは大泥棒の秘密兵器です。誰ですかその女の子は？みつるぎさんの助手のみくもちゃんです。そんな、みつるぎ検事の相棒は昔から自分と相場が決まってるっす。気がつかないか、ここには大きな、そう、矛盾があるのだよ。ユリカ、どうすか、自分もちょっとはできるようになった。逃げ、調子に乗らないことね。カルマは完璧をもって良しとする。秘密任務なのよ。今私が追っているのは厄介な相手なの。もう一人この事件を追っている捜査官がいるわ。あなたも出会うことになるかもしれないわね。ケンジさんよ、ここは綺麗に刈り揃えられた裁きの庭だね。悪いことは言わねえ。法廷に帰んな。ナトバ！ケンジさんたちは法廷で推理ごっこするのがお仕事かもしれないが、こちとらそんな暇はないんだね。オブジェクション！ここが現場でも法廷でも構わない。決着をつけようではないか。どんな手を使おうと犯した罪を隠し通すことはできない。そのことを私が証明してみせよう。